日本東京都足立区とネリドネリは東京都足立区の地名。現行行政地名はとネリ1丁目からとネリ6丁目。郵便番号は121-0831。東京都足立区の北西部に位置し、同区の最北端であり、なおかつ東京23区の最北端でもある。地区の北と東をけ長川を挟んで埼玉県と南を 小路や本町と西を入谷と接する。その土地は北部を流れる、ケナガ川の土砂堆積によって形成された自然堤防からなり、区内でも比較的安定した地域である。また戦術の河川堆積物のために、平均海抜1から2メートルの足立区内において、トネリ地域は4の5メートルほどの標高がある。なお、トネリ1丁目にある、 足立区立舎り小学校敷地の海抜5.5メートルが、舎りの最高点であるで、海抜はおよそ13がメートル。舎りは、北で、埼玉県草加市有う馬町、川口市東本郷、東で、川口市本連、足立区入屋、南で、足立区入屋、西は、草加市新里町、足立区、小路屋本町と隣接する。住宅地の地下は、 2014年1月1日の工事地下によれば、トネリ後の27の1の地点で22万円、平方メートルとなっている。江戸城は、大田道館によって築城され、千代田の城と呼ばれた。五宝城64城の一つとして、城郭三城から構成。それぞれの城郭には、城主がおり、全体を統制したのは五宝城の重心の遠山、綱影。トネリ城郭は、 現在の足立区舎利根里公園にあり、上主は舎利玄太左衛門教中。当時、関東官僚をめぐって、上杉との暴略戦争が多発。江戸城内で、河野台で、第二次戦争で、東山津中家、舎利根里常忠は戦死した。里見八賢伝の元ネタとも言われる。秀吉は小田原攻めで勝利し、家康に関東官僚を与えた。家康は、 ご宝城とは、遠籍関係にもあり、小田原家臣をメシエ城、名古屋城、駿府城を整備した。もともとこの地は、トネ町と呼ばれており、現在の入谷、小路屋や鳩ヶ谷などを範囲に含むトネリ領と呼ばれていた、地域の中心地であった。かつては、他の地区と同じように、トネ村と呼ばれていたのが、元禄頃には、トネ町と呼ばれるようになったことが確認されている。 トネ町は、隣接する、イリア村、小ジア村内に、多数の飛び地を有していた。1871年12月25日に、イリア村、小ジア村は、現在の足立区を構成する他の地区と同様に、東京府に編入されたが、トネ町だけは、埼玉県に編入された。このことによって、推理券の問題などに混乱が生じたため、トネ入イリアいた。 小路屋の住民の間で、トネリ町の東京府編入運動が起きたため、1875年11月15日には、トネリ町は、イリア村、小路屋村と同じく、東京府に属することになった。これらの飛び地は、土地区画整理事業の完了に伴う地名の再編や、住居表示のなどによって整理されつつある。トネリという独特の地名について、その由来は、諸説割り定かでない。 ここで詳細は、資料不足のため明記できないが、主な、ねり名由来説を紹介する。土豪ねり氏由来説、ねり神能由来説、地形名称由来説、アイヌ語由来説古代出雲豪族由来説、聖徳太子由来説2017年12月1日、現在の世帯数と人口は、以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は、以下の通りとなる。 なお、足立区では、学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。ただし、小学校に関しては、2018年度から学区域、または学区域に隣接する学校のみの選択になる。ありがとうございます。